ニューウェクサンズ、今日のアップしたのは何でしょう。それはそう、あ、ウォーキングザパークですね。日本語に直すとちょいのちょいなんですよ。わかりますかね。僕はびっくりしましたね。安室奈美恵さんのあ、ウォーキングザパークっていうのはちょいのちょいちょちょいのちょい、昨日より眠るとは違うけれど、 I want it the back というちょちょいのちょいみたいなノリだったとはね、びっくりしましたってことですね。コメントにあるんですね。マーミンさんのね、ちょいのちょいだけにで構成された曲なんですね。すごいですね、みたいなね。そうですね、もう結局僕歌詞を思い浮かぶことがね、なんか難しいなって思う。やっぱりなんかね、やっぱ皆さんのどうやら作曲方法ってね、鼻歌入るらしいね。僕もやっぱ鼻歌で入ってね、今日何でかっても曲が全部ね、やっぱ出来上がった状態で音を入れる感じだったんですよ。なんでね、まあね、でやっぱ3つのベースも今回また頑張って入れてみてね、まあそれなりできたんじゃないかね。でもうやっぱ鼻歌で入るからね、鼻歌のままのが一番いいんだよね。歌詞を入れるとなんか崩れちゃうんですよ、メロディーが。これね、あるんですね。でね、崩れるんですね、歌詞を入れるとメロディーがね。鼻歌が一番メロディー綺麗なんていうね、ことが言えるんですよ。はい、コニオさんのコメント、ニルバーナみたいだ、後半からニルバーナみたいになっている。で、僕ニルバーナの曲全然わかんないんで、動画で見ました。あ、確かに、あ、なってた。後半ニルバーナだったね。叫ぶ感じだね、なんかどんどん盛り上げてる感じでね。なるほど。で、あと女の子ボイスがね、すごい気に入ってるみたいな、なんか、ほんとね、この前発見したこのリスのね、編集、ちょっとエフェクト書きの声ね、要はまともにリスを使うとリスの声なんで、リスを調整して、高音部分をカットして、逆に低くして、女の子っぽい声を出しているというね。で、元のこの生声だと、I'm walking the park! まあちょっと女の子っぽいけど、それをさらにリスザルの低いリスザルに変換して、リスに変換して、あの高い部分をカットしていると。そうしないとあの声が出ません。で、アケミンさん、ベースがいいんじゃないですかみたいなコメントがありましてね。あ、やっぱあ、よかった、ベースに触れてくれてるなってね。なんかだんだんやっぱり聞けるようになったかな、ベースが。だんだんベース切るようになってきたな。よかった、 2X サンドはベースがそろそろちゃんとしてきたかなっていうね、ちょっとねそういうコメントがあるとね。で、あと直哉さんがね、また見てくれたみたいなね感じでコメントいただきましてね、本当にありがとうございます。今日まだ VDG さんからコメントがないんでね、ちょっと読み上げができないんですけどね。そういったところですかね、今の上げてからの1時間半かな、ぐらいの間のコメですね、これが。このね、ありがたいですね、この間にこんなにいっぱい、ありがたいですね、本当に。ね、もうコメントがあるからやっていけますね、もう本当。ではまた、このあとなんか、じゃあまた明日じゃあなんか曲を YouTube で上げます。明日のまた曲で YouTube で会いましょう。Thank you for New Excellent Listeners.
See you tomorrow at the YouTube!